熱湯。攻撃方法はどうやるんだろう。ここまで来て逃げるわけにはいかないよね。よし、蹴りをつけよう。スロー。なるほど、発射発射。最後シューティングかい。なんだい。オプションをくれ。とりあえずまあ発射ボタンはこのままでいいとして、時間操作して避けたりできるわけね。待って、一回これは、ああ普通に壊せるのか。これ壊しといた方がいいな。何が起きるか分かんないし。いや8で生き残ってるよ。限界ギリギリパワーだ。危ねえ。急な弾幕やめてくれ、お頭。イオン。急すぎて変な言葉出たわ。あー、一撃食らったら終わり状態だったんだけどな。あれでクリアできたらすげえかっこよかったね。いやーでも楽しいな、シューティングって。あれ、ダライアスだっけ。ダライアスが確かそういう魚とかをモチーフにした生き物がボスのシューティングゲームあったよね。分かってる。これが来てこう飛んでくるから避けて避けて、よしよしよし、また来るでしょ。避けちゃいますよ。分かってる分かってる。もう見えた見えた。これはこっち側に避けといた方が楽か。うん、外側にいる方がいいな。で、遅くしておいて。痛くない。痛くない。8以上は食らったけど、まだ致命傷にはならない。いやー、今の攻撃力では、いやいや厳しいかもしれないと言いますか、僕の予想を上回る相手です。いや、でもダフすげえもんくれてるからな、これ以上頑張るとは。ここまでするつもりはなかったのですが、リミッターを解除しましょう。え、今までは最大火力じゃなかったってこと？最初から超必殺技を使ってもつまらないですからな。まあ見ていてください。おお、名付けてステラレーザー。あらゆる技術を詰め込んだ超主力のレーザーですね。ふん、まさか海に使うことになるとは。よくお聞きください。 X を押すだけでステラエネルギーを貯めることができます。ボタンを押すと発射。シンプルな仕組みです。ただしチャージ中は移動速度が大幅に落ちますので、くれぐれもご注意を。では幸運を祈りますぞ、デイブ氏。おお、貯めて撃つレーザーか。よし、これで終わらせてやる。よいしょ、いけー。ふー、気持ちいい。レーザーってなんでこんな気持ちいいんだろう。いや、スローモーションも使えるからすーげー楽よ。待ってね、これはこっち側に行くと。さすがにシューティングはね、何回かやったことあるからさ、なんとなくは分かってくるよ。今避けた？今運よく避けた？これが俺の運命力。出たところから潰していく。熱湯だかなんだか知らねえけど、やっぱり原始生物っておバカさんよねー。いやーでも楽しいわー、久々のシューティング。おお、あいつ逃げようとしてる。今ここで倒しておかないと、きっとまた何か問題を起こすに違いない。きっちりとどめを刺しておこう。きっちりとね。なるほど、今度は横スクロールか。あ、すげえ赤いやつも消せる。あー、いいねいいね、消せるんであれば最高にいいね。
弾消せるっていうのは強い武器の証拠だよ。相手の攻撃を減らして、こっちがアタックできるんだから。ここで避けて、オッケー。いやーにしても、ワンパターンだね、君も。あぶね、一回、遅らせて。普通の攻撃も織り交ぜていこう。なんだかの30の20発食らわせれば、ステラレーザー1発分ぐらいにはなるし。で、遅らせて、まだついてくるか。で、ここでステラレーザー貯めとくと。で、ここで撃つ。まあ、ステラレーザー貯めて、次の攻撃を打ち消しつつ、撃てれば、あれ。だいぶ弱ってるんじゃないですか。アツユさん。いや、アノマロカリスさん。命乞いかな？おお、敵が疲れてきてるようだ。今チャンスだ、デイブ。とどめをさ。まだだ。ベーコン博士。傷ついた獣が一番危険だった。噛んじゃった。傷ついた獣が一番危険なんだよね。なんだなんだ、最後のろうそくの最後の火かな。うーわー、危なかった。あいつ最後の力を振り絞ってるのか。デイブ、ひとまずあそこに開いた道に向かいたまえ。あいつでそう長くは持たないはずだ。逆に今度追いかけられる側？なるほど、攻撃とかはないけど、あ、タイム、時間遅くしないといけないということは、ここで一旦、そういうことね、攻撃避けていくと、ここ、よし、ここでフェイントとかはなさそうだな。今人類の英知として時間をゆっくりにできるっていうスペシャル技術を持ってるからね。世界が喉から手が出るほど欲しい技術だよね。アスリートのゾーンと同じことでしょ。ホームラン打つ時に球がゆっくり見えただとか、そういった状態に今デイブは入ってるからね。いや、ダグ一体何者だ。行き止まりだ、どうしよう。いやまあまあ、イタチの最後っぺですよこんなん。B、 最後はもしかして QTE ですか。 A、これで終わり？お、ハハハ、やつめ、剣木の茎に絡め取られてしまったか。とどめを刺す、ラッキーチャンスだ。うん、しかし、ドローンは壊れてしまいましたぞ。武器のシグナルは消失中です。うん、ああ、どうしよう、周辺に何か使えそうなものはないかな。うん、あそこに巨大な剣木の実の装置がある。剣木の実も正常化したようだし、あそこに入れて起動すれば。あ、そうかそうか、あの根のところ直したんだもんね。おや、動き出した。あ、みんなスワムまでちゃんと来てくれてる。人間、無事か。あ、巨人族のみんな。剣木は安定を取り戻したが、その他が上がってこないので見に来たのだ。あ、あれは熱い。長い歳月をかけてあそこまで巨大化したというのか。この展開はあいつを倒さないと収まりがつかないわね。動けなくなってる今が好機です。我々がとどめを刺しに。普通の攻撃は効かないと思います。あそこにある剣木の実の装置でも使わない限り。ふん、物理学と数学、我々が力を貸そう。5人の力を合わせればなんとかなるはずだ。そなたはあの剣木の実を持ってきて投入したまえ。もう時間がないぞ。みんな任せよ。
いや、ここでスワムがまた来てくれるとは。ああ、ありがとうみんな。よし、みんなが頑張ってくれてる時に、いや、あれ取れないね、剣木の実。あれ、よし取れた。ほらみんな取れたよ、剣木の実。見て見て、剣木の実だよ。あ、そういう余裕はないと。確かに。よいしょ。これが人間と巨人の絆の力だ。くらえ、アズユなんてことを言ってみましたが、そんなことも別にね、そんな感動のシーンなんかもないんですよ。うーわ、グログロ。俺の狙いは正確だったようだな。あれは助かるまい。おお、本当に大変な道のりでしたね。大義であった人間、話はひとまず魚人族の村に戻ってからにしよう。いや、一発でクリアしちゃった。多分何回かまた行くことになるのかなとか思ってたら、一回でよかったね。うん、水温も安定を取り戻し、剣木の実も正常な状態だ。体調を崩してた住人たちも徐々に回復してきている。いろいろあったけど、なんとか解決できてよかったです。おそらく地上の地震もやむのではないだろうか。上に行って様子を見てきてはどうかね。お疲れ様人間、たまには遊びに行きなさいよね。まあこう言っちゃなんなんですけど、お礼というかね、まあいやらしい話になるんですけど、現金とかっていうのはなんかないんですかね。すげえ、キハダの大トロ27だって、やば。でキハダの卵、クセナカンサスの卵、アレニプテルスの卵、卵4つか。いやー、4つしか取れなかったか。メガログラプトスの卵取れなかったか。結構睡眠で捕まえたんだけどね。ああ、そういえば写真撮ってたわ。おお、もうすっかり暗くなっちゃったな。本当に長い一日だった。バンジョ寿司に行ってみよう。エピローグってなってたから、このストーリーも終わりなんだろうな。いやー、長かったな。でもすげー楽しかったな。それダフは食えてるのかな。あ、ピザ食ってるわちゃんと。あ、佐藤さん。いやー、デブ、ついに帰ってきたな。あれ、皆さんお集まりですね。ベーコン博士から聞いたぞ。よくやったな。ご苦労だった。本日は休業とし、みんなで料理を囲むことにしよう。よかった、まだすぐ働かされるのかと思って緊張しましたよ。よし、じゃあみんな集まって乾杯しましょうね、ももちゃん。あー、ももちゃんかわいい。お腹出して安心しちゃってるね。久しぶりに来ました。いや、おばんちょ寿司。サミさん、ここでの生活は気に入ってますか？もちろんです、いや。たまに退屈な時もあるけど、インスピレーションが湧きますから、いや。最近ネットで発表した曲、ファーマーダディの反応も上々です、いや。おお、音楽活動はずっとされるんですね。もちろんですよ。畑の農具の音、メンドリの鳴き声、その一つ一つが全部ビートなんですよ。ここでも音楽活動してる。すごいね。なんで直接来なかったの？今日、大事な宅配便が届くからです。デイブさんの活躍を遠くから見守り、多くの刺激を受けました。
魚人族の村を救うために危険を顧みず死闘を繰り広げたデイブ氏の勇姿。美少女アニメ風の作画だったらファンになっていたかもしれませんな。僕も武器の研究に仕込み、いつ訪れるとも知れぬ危機に備えようと思います。僕と絆を結んだ仲間として今後もご活躍願いますぞ、デイブ氏。うん、そんなことにしておこう。いやでもダフのおかげでね、今まで武器で助けられてきたしね、最後もダフのおかげだもんね。で、おっと。はは、これは強制やな。あんた、いっつも忙しそうで、ろくに話もできへんかったけど。うん、やっと余裕もできたし、わしの昔話を、ゆーっくり聞かせとるわ。あ、いや、その、わしがダイバーとして活動しとった頃の話や。わしはフリーダイビングをようやっとったが、とある日、音に戻ったネックレスをつけててん。ところが、カマスは光るものを見ると襲いかかる習性があってな。で、奴ら急に群れで襲ってきたや。わしはあの日、森も持っとらんかったっていうのに。こいつが逃げる方が帰って、結局は正面突破や。と思ったわしは、カマスの方に突っ込んでいき。お、今、地面が揺れた気がします。ん、なんやて？わしは何も感じへんかったぞ。そうだね、長話から逃げるには、意識をそらすのが大事。よしえさん。ヨシエさんのおかげで、うちの番長寿司は、プロレスラーが来ましたよ。あのプロレスラーどっから見つけてきたの？ビジネスもどんどん繁栄してるようで、喜ばしい限りです。ヨシエさんに優秀なスタッフたちを紹介していただいたおかげですよ。いろいろあって大変だったと思いますが、これからは番長さんを手伝って、素敵なお店にしてくださいね。番長さん一人に任せておくと、また妙な意地を張ってトラブルになるかもしれませんので。そうだね。もう、そうだね。そこは気をつけないと。で、ウド。デイブさん、デイブさんの協力のおかげで、会社での私の立場はさらに上昇しました。部下も一人できて、以前より余裕があるんですよ。こうやって夜の飲み会にも参加できますしね。ビールが飲めないので、ドリンクばかり頼んでいますが。ああ、お役に立つなら良かったです。じゃあもう取材のお手伝いはしなくていいんですね。何をおっしゃいます。私は今だってダイビングができないんですよ。では、また依頼があれば伺いますので。ウドともな、ウドに写真を撮ってきてくれって言われて、新たな楽しみが生まれたからね。で、エリー。お店で会うのは初めてだね。まあレポートの提出も終わりましたし、少し暇になりましたから。おお、そうなんだ、それはよかった。ん、そのエコバッグ前はなかったよね。よくお気づきになりましたね。これはエコボッチャの最高レベル達成報酬です。ん、率先して環境保護に努めたユーザーの顔をバックに刻印してくれるんですよ。時間ができてから相当頑張ったんだね。僕も負けていられないな。そうだね。でもエリーにはね、クジラの親子を助けてもらったっていうのもあるな。懐かしいな。で、佐藤さん。せい。お、佐藤さんもいらっしゃいましたか。あなたがマリンカを集めるにはるばる氷河区域まで探検したのと聞いて、せめて応援させてもらおうと思ってな。おお、いや、そういうわけでは。ははは、あなたのおかげで、オイルの世界ランクは右肩上がりだぜ。よくわからんが、一仕事終えたところなんだろう。残りのマリンカもすべて集めてみてくれ。おっと、そういや。ギャオが眠った後に明かりを消してやるのを忘れてたな。いやー、そうだね。ギャオの楽しさを佐藤さんが教えてくれたんだ。お、ヴィンセントさん、今日はお一人ですか？今日は評論のために来たのではない。そう、緊張しないでくれ。 Take it easy。 こうして気楽に取得すると、ん、
こうして気楽に食事すると料理のディティールがさらによくわかるな。 It's a delicious。 お気に召したようでよかったです。ふん、私の先入観がなくなったのもあるが、料理の味自体少し変化したのもまた事実。味が少し変わったんですか？なんというか、より柔らかな味になったと言うべきか、ソフティー。以前は料理人のエゴが前面に出ていたが、今は食べる人をより気遣っているように感じる。おー、そうなんですか。味からそんなこともわかるもんなんですね。ふん、あるいはこのウィンセント山岡の勝手な印象かもしれんがな。そっか、やっぱりそういう料理のプロにしかわからないことっていうのもあるんだね。よく頑張ったな、デイブ。いろんな魚が取れるってんで店を出してみただけなのに、まさかこんな秘密が隠されていたとはな。まあ君のおかげでトラブルは解決したし、商売も繁盛してるから、結果的に俺の計画通りと言えるんじゃないかね。ははははあ、でも楽しい経験でしたよ。ここに来てよかったと思います。他にも楽しい冒険の種を探してみようと思うが、一緒にどうだ？おお、さすがに当分を休ませてください、小村さん。海賊どもの姿がないと何とも平和だな。ベーコン博士。つくづく信じがたい経験だったな。魚人族の文明もそうだが、彼らの村に訪れ、その村の危機を救ってしまうとは、なんと素晴らしい。今後もここにある文明の存在は外部に知らせるべきではないだろう。せっかく取り戻した平和を守ってやらねばな。そうだね、ベーコン博士が見つけてくれて本当によかったよ、魚人族。最後、番長。拙者は店で料理をするばかりで大して役に立てずすまなかった。バーチョさん、そんなことないですよ。巨人族もバーチョさんの料理を褒めてました。ふん、それは嬉しい話であるな。もう地震は起きないでしょうし、これからはもっと楽しく商売に励みましょう。そうだよ、バーチョの寿司がなかったらデイブこんなにいい装備なかったからね。ウィンセントさんからもらったビールにカクテル、ベーコンさんの知識、佐藤さんのギャオ、エリーの知識で助けたクジラ、コブラさんの武器、ウドさんの写真、ヨシエさんの交渉システムがあったからこそ店は繁栄できたし、オットーさんの畑にはいつもお世話になってる。もちろん鶏にも、ダフの武器にもさ、助けられてるし、ダフのリアクションにも助けられてきたな。あー、すげー終わるのが寂しい。でも始まりがあったら終わらないといけないよね。よし。はあ、想像もしなかった苦労も多かったけど、いい人たちともたくさん出会ったし、今思えばそれなりに楽しい経験だったね。普通に暮らしてたら巨人族の村に行く機会なんてなかっただろうし、さてと一息ついたらまた張り切ってダイビングを楽しもう。あー、あー、エンディングになった。
いやとりあえずデイブ・ザ・ダイバーのストーリーはクリアですね。あ、ラモ様、お、荷物来た。いやー、魚人族とも、そうか、人間と、あー修行をちゃんとしてる。お、寿司、あー桃ちゃん、あー、佐藤さん、おお、なんだろう、コブラのあの様子。いやー、なんだ？は？ミサイル、何あれ？またなんかし、え？は？何？おお、これでエンディングか。またエンディングにもなんかあるんですか？どうするんだろう。いや、ちょっと感想言って終わろうかなとか思ったけど、こういうミニゲーム出てきちゃったらやらないわけにはいかないでしょう。あー、敵がいる。いや、でもこのね、デイブ・ザ・ダイバー、知ったのはなんだろう、とある方が実況をしてた、配信でやってたのかな？それこそ事前登録の時にやってて、で、自分もやってみたいなーと思って実況でやったんだけど、本当にね、時間泥棒になるぐらいにね、ずっとやっちゃう。海に潜って魚取って、で、魚の寿司のレベルを上げていけば、お客さんの満足度も上がるし、お金もいっぱい取れるようになるんだよ。しかもそのうち、その強い魚の、強い魚の素材を集めないといけないっていうので、どん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 潜っていく回数も増えていくし。で、強い魚が増えるから、その分、その武器を強くするために、で、いろんな武器の強さを確かめるためにね、素材集めに奮闘したね。で、寿司作りを、これもね、やっぱりお金を稼ぐことに直結するんで、どうやったら何を一番取ればいいのかとかさ、いや、めちゃくちゃ考えた。で、ところどころ挟んでくるちょっとした小ネタ、映画の小ネタもそうだし、ギャオなんかそうだよね、あれ完全にたまごっちだもんね。あれもね、子供の時できなかったな。子供の時はさ、いつも学校行ったりしてうんちまみれとかになっちゃってたんだけど、今回それがうまくイルカまでできたっていうのがさ、すげえ嬉しい。俺子供の時ね、海のデジモンを育てる、なんかペンデュラムみたいなのも持ってたんだよ。それこそ進化していくとイルカモンからこのアノマロカリスモンっていう風に綺麗に進化していくんだけど、イルカにしっかりできたっていうのがね、すごく嬉しかった。あとボス戦もしっかりしてたしね。いやー、ボス戦のギミックもいろんなやり方があってさ、強い武器でゴリ押しても勝てないっていうのもあったしね。モンハナシャコなんかそんな感じだったね。いやー、本当に楽しいゲーム。
このゲームはみんなやってほしい。割とマジで時間ほんとね、パソコンでもそうだし、スイッチでも発売予定だったかな。俺これスイッチでやったら多分寝る暇惜しいんで、寝る時間ちょっと削りながらでもやっちゃう気するわ。それぐらい楽しいゲームなんで、皆さんぜひともプレイしてみてください。ね、普通エンディングでこんな宇宙に行くなんて考えもつかないでしょう。ネクソンコリア、これデイブが結構初めての作品なんじゃなかったかな。だから次回作にも期待していきたいと思います。まだまだやれることたくさんあるんだけど、サガケラが実況するデイブザダイバーはここまでとなります。まあ、良ければね、他のゲーム実況なんかもやってるので、まあ、チャンネル登録などしていただければ大変ありがたいです。長いシリーズだったけど、本当にここまでご視聴いただき、大変誠にありがとうございました。よろしければまた違う動画でもお会いしましょう。それでは、さよなら。バイバイ。